はい、はい、どうぞ。皆さんこんにちは、タイガです。今日はどこに今日はですね、はい、地元に向かってるんですけど、はい、釣りの師匠がいるっていうことで、釣りの師匠がいる、釣りの師匠に釣りを教えてもらおうかなと。どういう、何釣りですか？川なのかな。何が釣れるとかは情報は、なんだっけな、まだわかんない。ヤマメとかわかんないけど、ちょっとあれ、山の方行くのかな、相模原の山の方だね、結構山の方か。釣りは今まではやったことは、釣りはね、はい、あんまりなくて、はいはいはい、この前海釣り行って一匹だけ釣って、一匹だけ。どのぐらい待ったっていうか、耐えたっていうか、どのぐらいやったのかな。まだ最初の方に一匹だけ釣って、あともう気持ち悪くてずっと死んでたっていう。あ、そう。え、船に乗ってってこと？船に乗って。あ、そういうことね。今日は川なんで、まあ、川だから、まあ、海よりは釣れるんかな。ペース的にはどうなんだろう。川の方が釣れるのかな、釣れるのかな。ちょっとそこら辺もね、わからないと。で、師匠はもしかしたらちょっと面白いかもしれない。師匠はちょっと面白いかもしれない、ね、そこはちょっと期待大だ。はい、はい、じゃあこれから向かっていきます。はい、はい、す。であそこ飛ぶんだなっていうのが分かれば。お父さんは釣りはやり始めてどんぐらいなんですか？もうね、16歳ぐらいの頃から。あ、16歳、そんな時からやってたんですね。バイクでの、なんつうのかな、奥多摩の山奥入ったりとかね。結構ね、なんだろう、やばいとこ行くの好きで。やばいとこ、例えば熊が出るとか。なんか勝手に大河君から聞いた話だと、お父さん結構クレイジーなイメージが、クレイジー、印象的なんですけど。違う、普通は全然あれだけど、そういう自然界とか行くとさ、はい、なんか動物から見たら人間も動物なんだよね。あ、強いか弱いかの話になってっちゃうからさ、はい、だからなんだろう、普通だとほら、例えば犬に襲われたからって言ったらみんな逃げるでしょ。逃げても絶対犬の方が早いじゃん。まあそうですね。で、捕まったらやっぱりやられるし、で、四つ足の動物ってみんな首を噛んでくるんですよ。へー。ライオンとかなんでもみんなそうなんだけど、頸動脈。あ、狙ってくるんですね。狙ってくるんだよね。あれ、本能なのかな。こいつら、ジロイとトレーニングで、結構な距離走らせたんだけど、はい、どういうわけだか、タイガの方がヒロより速くて、それじゃこいつだけズルしてショートカットしやがって、おかしいっつうんだよ。見に行ったら、あ、こいつあっち来ちゃう、ヒロヤン来んの待ってんだよね、隠れて。それは何歳頃のあれ話やん。これ小学校6年ぐらいか、11ぐらいか。タイガがサボってたんだ。サボってだって草の陰に隠れてんの、それ俺が見つけてんだからさ。こいつバカじゃねえよ、こいつと思った。ヒロヤ君とタイガ君はどっちが、真面目というかあれなんですか、お父さんから見て。言うことをよく聞いてたのがヒロヤの方だと思うよ。タイガはすぐ反抗してくるからさ。俺はでかかってこいやとか言われたことある。お前は高々みたいな感じですよ。はい、あ、カーブです。あ、はい、あ、本当ですか。はい、今日は何人誰釣りされるんですか。2人だけですね。お二人、はい、はいはい。意気込みはどうですか。意気込みはいっぱい釣りたい。いっぱい釣りたい。でかいの。でかいの。こんなもんなんだね。こんなもんなんだね。綺麗だね、景色が。いいですね。山の中だから。お前が説明します。皆さんこんにちは、タイガです。で、師匠の吉信さんです。吉信さんじゃない。今日は何を釣りに、何釣りですかね、これは。今日はニジマスとか、まあ、ヤマメイワナっていう魚が、うん、入ってると思うんで、うん、で、タイガがどこまでうまくできるかどうかわかんないけど、まあ、ちょっと教えながらやってみますかっていう話ですね。でも全くわからないから、まずこれリールね、はい、リール、これ軽量の竿なんだけど、で、お前、どっち巻き？こっち。あ、じゃあこのまんまでいいな。うん。で、これこれでフリーにして、で、今はまあ重りついてないからいかないけど、もう戻して、そんで、あ、戻せって、戻さないで、ピッと投げて、戻して、巻くと。もうただそれだけです。ちょっと持って。大丈夫大丈夫。こういうのね、結構壊しがちだから気をつけて。高いんじゃないだと、これ。もう
昨日仕入れた新品だから。あ、シャオは違うか。気合が壊したらやばい。ルアーが。おお、綺麗。こういう感じで、あのこれスプーンって言うんですけど。だいろんな種類があるでしょ。不思議、前から思ってたんですけど、色がついている理由っていうのは魚が見やすいってことなんですか。見やすいのもそうなんだけど、その時にその時で魚が急にスイッチが入るカラーっていうのがいろいろあって、だから本当に暗いやつから、あのこんな明るいやつまで、あのもう本当に釣れなくなったらもうどんどん変えてってやるっていう感じですね、はいはいはい、で、あの前目見える、ちょっと見える、先っぽ先っぽ。とりあえずルアーの交換簡単なように、まあ、試しに見えるよこれ、見える、ここに穴入れて入れて、でここにカチャッとやればもうロックがかかるから、この状態でも投げれる。ちょっと試しに、あのその辺で、もうあんま近いもんね、その辺でちょっと投げてみて。じゃあこの来る前に釣りたい。そうね。魚が見えるかな。なんか具体的なコツとかってあったりするんですか。まあとりあえずあれかな、こう魚がいるところ で、はい、で自分が今投げてるルアーにどう反応してるかを見た。これは あなんだ。なんかごちゃごちゃってる。ごちゃごちゃってる。ルアー変えていけば絶対ね答えがそこにあるんで。意外とこう魚が見えているけどなかなか難しいんですよ。これはこれでやってる。いっぱいいるけどなんか意外とすんなり食いつくかなと思いきや。そうなんですよね。意外と。だからルアー変える。変え方もわかる。うん。ルアーチェンジということで。ルアーチェンジで。逆にもう本当。ね、下手すんとタイガーの方がちっちゃうかもしれない。結構運もありますかね、そうなると。じゃあまあ本当によくビギナーズラックってよく言うけど、あの意外と初めてやる人は結構ちっちゃったりとか、だということはもしかしたら可能性は全然ある。え、なんて言ってた。え、この時間帯は結構魚が釣りにくくて、別に初心者とか、中級者関係なく釣れる可能性があるから、意外とやってない人の方が多く釣れちゃったりみたいなあるかもしれないから、そう、先に釣りたいと思う。お父ちゃんに全然多く釣れる可能性はあると。引っかかる様子がない。引っかかる様子もない、クイッてくる感じもないもんね、はい、お父さん今日出だしはあんまりあれですかね。ちょっと遅かったよね。遅かったもんね。もうちょい早いとみんなだから釣れてないでしょ。そうです ね、確かに確かに。重りが浮いちゃう。重りが浮いちゃう。なんで、なんでなんだ。ダメでしょ。ちょっとお父ちゃんに聞いてみるか。このルアー沈まないんだけど。沈まない用のルアー。あ、そういうやつ。ゆっくり引いてこなくなる。らしいね。もうちょいかな。もうちょい、ね、ちょっと雑談しながら、まあ、お父さんの話でも、まあ、お父さん今日いるからあれだけど、お父さんはだいぶクレイジーらしいじゃん。クレイジーだったね、うん、今はもうだいぶ丸くなった。丸くなっちゃったけど、なんかかっこいいエピソードがあったらちょっと話してほしいんだけど。悪いこととかして、うん、頭から連れられて、お前は今日からお供え物食っていけるみたいなとか言われて放置されたり、そうそう、めっちゃぶっ飛ばされたりしてるし。でも仲いいよね。仲はいいね。さっき車の中でも話してたけど、こうやって釣りもね、なかなかね親子で来るなんてないだろうし、そんなに。最近やっとちゃんと話すようになってきた。あ、そうなんだ。前までちょっとなんか、まあ、できれば話したくないんで。ああ、ちょっと距離感があったんだ。そう。へえ。じゃ怒られてきたから。はい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 。多分何と怒られるみたいな。うん。って。でもさ、ちゃんとね、こうやって試合とかも出てさ、まあ親的には多分、まあ親孝行できてるようなもんなんじゃないかな。
いやまだ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 お父さんから見て、はい、タイガー君がまさかこんな、なんだろう、格闘家として、はい、ここまで有名になるってどんぐらいこう想像してたというか、いけるんじゃないかっていう気持ちは結構あったんですか？いけるかな、結構ね、昔からその気象っていう面ではコート君からコートみたいなところがすごい強かった、ね、頑固なところがあったんですか？頑固でした、ね、で、まあお兄ちゃんがやってたから自分がやるのは当たり前みたいな感じ で、はいはいはい、で実際小学校1年2年ぐらいの時は、まあ、空手かなんかやってたんだけど、はいはい、なんかあの兄ちゃんが小学校中学校入ったぐらいだったかな、極真空手のなんか同年代ぐらいのチャンピオンっていうのがスパーリングしたいって言って、はいはい、まあ、当時行ってたジムにあの来たんですよ。でその子たちもやっぱりヒロやタイガみたいに兄弟でやってて、はい、それで、まあ、ヒロヤがその空手の子を、まあ、まあ簡単にボコボコにしちゃったんですよね、はい、そしたら向こうの弟くんがなんか場外で、まあ、タイガと隣り合わせで見てたんだけど、さあ今度弟がタイガにちょっかい出してで場外乱闘やってたんすね。やってて結局外でもうタイガとその子は喧嘩になっちゃったそんなことする子もなかなかいないってことだ。なんか僕、まあ、まだ知り合ってそんな長くないですけど、はい、結構おとなしいイメージだったんですよ。あ、なんか喋ってみるとなんか試合と普段のプライベートが全然逆だなっていう感じはあって、なんか昔からその喋らないんだけどなんかこう周りに人がいるっていうのが不思議なところで、まあ、優しいっていうのはすごい感じるんですよね。そう、まあ、そういうとこありますよね、うん、さらっと優しいっていう。さらっと、そうだから本当あの高校3年の時から名古屋で当時55キロのタイトルマッチをやって、はい、なんか普通に同級生がなんかみんななんかいっぱい来てくれてて、うん、普通ねやっぱりその交通費だとか宿泊代とかかけたら、あ、そうですよね、高校生の同級生は大変だろうなっていう、うん、なんかあこいつ意外と友達多いんだなみたいな。普段本当にあじゃないこうじゃないっていう喋るやつじゃなかった。一人でなんか結構考えて決めるところが、まあ今はそういうのあると思うんですけど、うん、なんかさっき大河君が最近、はい、なんかお父さんとまたなんか話すようになった、ちょっと前なんかあんま話してなかったみたいなことをさらっと言ってて、なんか今日今釣りやってるんで昔から仲いいのかなと思ってたんですけど、最近なんですね。ここもうだからあれですよね、結局ほらこっちはまあ親っていうのもあるけど、問答病にまあタイガに限らずヒロヤもしくは他の選手もそうだけど、みんなが良くなればいいだろうっていうのここにやっぱりあるじゃないですか。タイガにはタイガで行動がいいんじゃないのとか、でまたあのやっぱりここはまだダメだよなっていうその、まあ、例えば騙されやすいとかでそういうところもやっぱり知ってるから、だからこう助言するんだけど、でも自分でも結局決めちゃって大丈夫と思うから、うん、で結局だから人の話も聞かないよね聞かないですよ、うん、だから最終的に結果的にはだから決めてから何かするっていう感じ。じゃあもう自分はこうだよって言って決められてから伝えられる。だから相談、その前に相談しろよってことがあるんだから一応話した、だから一応話したじゃないよ決めてきてんだろお前、分かる言ってること分かりました。それ話じゃねえんだよ、こうするからって決めたからって。それに対してやっぱりいろんなあの、まあ、障害だのが出てくる。それが意外と、まあ、昔から厳しく育ったせいか、あのどうせ言うとダメって言われるでしょっていうイメージにつながってるの、はいはい、でも今回あの昨年の8月だか試合した後、まあ、ちょっとよそのジムで、まあ、面倒見てもらいなさいと、うん、でまあ、本人も前行きたがってたん でやっぱ環境を変えて何かするっていうのは、まあ、本当に誰でも大事なことかなと思って、なぜタイガーのあの時期は余計にと思ったんで。でも普通やっぱり自分家のジムじゃないところで練習するっていうのが、まあ、どんなもんかっていうのが、まあ、見方としては、まあ、ジムの他の選手たちもそうだしヒロヤもそうだし、全員がニコニコして納得してないとはタイガーも思ってたんで、そこに親であり会長でもあるんですけど、いいから行けやって、あのもうどんどん俺が話進めたんですよ。
あ、そうだったんですね。で、向こうのジムにの会長さんに頭下げに行って、はい、そしたら心よく来てくださいって話になったんで、でもやっぱり行く以上は大河だってね、他の選手たちの気も使わなきゃいけないし、あのやっぱそのジムがね、良くなるように、あの少しでもお手伝いできたらなっていうのも、もちろんあって、うん、そのジムのね、あのチームドラゴンっていうジムの前田会長さんっていうのが、ヒロヤとかタイガのことを本当昔からよくあの見てくれて、あの応援もしてくれてるっていう、あの人だったんで、人柄ももう全然バッチリな人なんで、だからタイガがやっぱりこう、まあ慣れ合いがないところで学ぶのも逆に集中できていいんじゃないかっていう、まあ結果11月に試合した時にはもうまるで、まあ、別人のようで、聞いてる11月の試合前にあのタイガ骨折したの、足の甲骨折したんですよ。やっぱりまあ思ったような動きがあのできなかったっていうのが確かにあるんだけど、でそれよくあの怪我でキャンセルしたり、もちろんその怪我を理由に例えば負けたとかそういうのがあったら、ね、まあ、あいつはこの間の試合は特にその対戦相手とかタイガっていう選手像よりもあのその前田会長に申し訳ないって気持ちが多分強かったから、何としてでもちゃんと勝たなきゃ、だからもう足が痛いとか言ってらんねえっていう、病院行ったのかっつったら、病院行くと骨折って分かっちゃったから、自分のメンタルが落ちるからなら行かないんですみたいな、それを結構隠してあれやったり、隠してましたよね、心配されたくもないし、そうところがあって、ありがとうございます。いやいやいや、あぐちゃぐちゃになってて。来た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 、おー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 、釣れた、ちょっと押さえて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 、うわっ、押さえて押さえて、こうやってこうやって持って持って持って一回、あ、オッケーオッケーオッケー、お、一匹目釣れまし た, マジで釣れた、逆光になってる、釣れた釣れた、よかった、やっと一匹、このぐらいかかった、うん、いや多分ね1時間半2時間ぐらいかかった、こいつ何か何だろう、辛抱してよかった、オッケーオッケー、いやこれどうすんだ、押してくる、ちょっと押してくる、来た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 、またまた、お、あ、え逃げた逃げた惜しい、いやでもめっちゃ釣れるようになった、惜しい、なんだろうね、急になんか時間帯かな、なんだろうね、誰かがあの人カレー種すごいねみたいな話をしてて、カレーの匂いはしねえだろって、同じ同じさっきの霊感のやつ同じ、あんま言って、俺は霊感のやつ、俺は知れえだろ、釣ったやつではなけど釣ったやつではなけど釣ったやつではなけど一応ね、はい、魚食べようと、はい、はい、ということで釣りが終わりました結果1時間半ぐらいかかってやっと1匹釣れた、釣れたかな、お父さん的にはどうでした、見てて、まあ、あの、まあ、いわゆるキャストをちょっともうちょい覚えれば、あの、よりもっと楽しくなるだろうし、仕掛け変えたり、引く速さ変えたり、あとは時間帯とかもそうだと思うし、まあ、やればやっただけなんか難しいんじゃないかな、まあ、キックと一緒だよ、一生懸命練習して頭使わないと、いつまでたっても強くなれないじゃないですか、釣りも一緒だよ、なんか辛抱強さが大事、確かに確かに確かに、めっちゃストレスだから釣れない時そうね、確かにね我慢強さ必要だな、格闘技だね、自分の道具が欲しいなと思い出したらもうドハマりしだしましたってことなんで、新しい趣味になってるかもしれない、そうだね、なんか趣味とかがないから、うん、YouTube 通してでもいろんなことをやって、うん、そうだね、趣味を見つけたいなと、うん、はい、思います、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。